どうも、ゴロミです。ちょっと待て。いやいや、わぁ、さすがや。何頼む？キリちゃんはこないな店よーく来るか？いや。ほんなら今日はラッキーやったな。こないに可愛い女の子と酒が飲めるなんてそうそうないやろうからの。うちに惚れたらあかんで。ええノリしとるの。さすがキルちゃんや。あ、俺か。俺は毎日のように通っとったで。アホ、客としてやない、オーナーやったんや。なんだと。一時組を破門されて敵になってた頃があっての、我ながら辛い過去やったわ。そうだな。おお、せや、なんやキルちゃん、妙なしのぎしとったの。確か不動産やなかったか。ああ。それのどこがつらい格なんや。そんなん何の自慢にもならへんで。そもそも他人が建てたビル奪ったところでおもろないやろ。それより自分の手ででっかいビル建てる方が俺は興味あるの。ミレニアムタワーよりもでかいビル建てたるやないか。おれ、キリュウちゃんの方からも話題振れんか。こないな時は男の方からリードせんと。そうだな。私めっちゃごつい男が好きやね。やっぱり男は強くてなんぼやわ。なあ、そういうのはどうでもええね。とにかく一緒にいて楽しいことがすべてや。せやから強くなかったらあかんねん。ん？ああ、そんなん決まってるやろが。男女が一緒におってやることといったら一つ。喧嘩やろが。どうだ。言うだけなら簡単やけどね。ほんまに付き合う資格があるかどうか確かめる必要があるやろな。せやな、それを手っ取り早く確かめるにはやっぱり直接喧嘩するのが一番やな。おいおい。ほんまや。キリュウちゃん、ツッコミするの。
ちろん延長するやろ。そうだな。さすがや。あおう、おもろいことあるか。だいつもこいつも面倒なガキンチョばかりで、ほんまに気が休まらん職場やった。それに比べてゴロミったら完璧すぎ。こんなキャバ嬢がおったらお店の人も毎日ハッピーやろな。そうだな。そもそも女を使おうって儲けようっちゅうのが性に合わんし、肩着のしのぎをすること自体嫌で嫌で仕方がなくってん。けどいろんなトラブルを一緒になって乗り越えていくうちに、どうにも情が湧いてきよってな。しまいには店のみんなとお別れするのが辛くなってしもうた。みんな今頃どこで何しとるんかの。なるほど。ケルちゃんも一度やってみたらどうや。キャバクラの経営、きっと客ん時とはちゃう目線で楽しめると思うで。ほんまか。まさかキルちゃんが乗ってくるとは。いろいろやってみるもんやの。いや、つまり接客の仕事を通じて酒の楽しみ方を磨こうってわけやな。ケイリュウちゃんらしいの。ケイリュウちゃんは女おらんのか。おいおい、せっかくシャバに出てきたんや、少しくらい遊んでも罰は当たらんと思うで。しゃあないの。孤独なキリュウちゃんのためにゴロミちゃんが一肌脱いだろやないか。そうだな。ん、ほんまか。急にどないしたんやキリュウちゃん。そんなこと言うたって簡単には落ちないんだからね。そろそろ時間か。最高な気分や。ちょっと待て。なんやと。またな。
ケルちゃん。満足させますんで。お客さん、どうです？遊んでいきませんか？いいよ。